ターパンはすでに絶滅した野生のノーマの亜種である。ロシアで囚われていた最後の一頭は1909年に死亡した。1930年代初頭、品種改良によってターパンを復活させようという試みが何度か行われた。その結果、ヘックホースやヘガルト等の品種が作出された。どれも元のターパンと似ており、特にグルロ色の毛色は似ていた。 ターパンという名前は、野生の馬を意味する、チュルク諸語に由来する。タタールやコサックは野生の馬を区別し、タケやヤ,ヤムジンと呼ぶ。1883年のスケッチターパンは1774年に、ヨハンフリードリヒング・メリンによって、初めて記述された。彼は1769年に、ボロネジ近郊のボブロフスクで、ターパンを見ていた。1784年、 ピーター・ボダートは、グメリンの記述をもとに、この種を、エキス・ファリスと命名した。夫・アントニウスは、ボダートの命名に気づかず、やはりグメリンの記述をもとに1912年にエキス、グマリーニという学名を発表した。アントニウスによる命名は、ボダートのものと同じ記述を参照しているため、これは、新山客観異名となっている。現在では、1758年にカール・フォン・リンネが、 エキス・カバルースという学名を付けた家畜の馬はターパンの子孫であると考えられているが多くの分類学者はこれらを同じ種とみなしている国際動物命名,名規約の規則を厳密に適用するとターパンは E ・いいカバルースとするかまたはア種とみなすと E ・いいカバルース・ファリスとするべきであるしかし生物学者は家畜の馬との混同を避けるために 一般的にこの規則を無視して、ターパンに対しては、イーファリスという学名を用いていた。2003年、動物命名報告最審議会は、家畜より以前に、または同じ時期に遡る野生種に基づく17の名前を保存すると発表し、ターパンに対するイーファリスという学名が裏付けられることとなった。家畜の馬をターパンの亜種だと考える、分類学者は、 エキス・ファリス・カバルースという学名を用いている。エキス・カバルースという学名は、家畜の馬を別種だとみなす名前として残された。ラスコー洞窟に描かれた薄墨毛の馬ターパンは、有事以前より、フランスやスペインの南部から、ロシアの東部、中央部にかけて分布している。ラスコーやアルタミラの壁画に描かれた動物はターパンだと考えられており、また、ロシア南部では、 紀元前3000年頃のスキタイの遊牧民がターパンを家畜化していた痕跡が残っている。野生のターパンは1875年から1890年の間に絶滅したと考えられている。最後の一頭のオスは捕獲の最中の事故で死亡した。飼育下の最後のターパンは1909年にロシアの動物園で死亡した。 ポーランド政府によって、ビアオビエジャの森林地帯のターパンの子孫を保護する努力がなされたが、これらの子孫はコニック、またはポーリッシュプリミティブ、ホースとして今日でも知られている。ドイツのヘックホースターパンを復活させるために、これまでに3度の試みが行われた。1930年代前半には、ベルリン動物園のルッツヘックとミュンヘン動物園の ハインツ・ヘックが試みを開始し、1960年代になってヘックホースを作り上げた。1936年、ポーランドの大学教授のタデウシュ・ベトラにはコニックを使った試みを開始し、1960年代中盤にはアメリカでハリー・ヘガードが野生のムスタングと地元の牧場で労働に使われていた馬を使って試みを始めヘガルトを作り出した。 完全に成功した試みはなかったが、3度ともターパン、と類似点の多い馬を作ることができた。ありがとうございます。